はい、ということでよろしく。今回もね、ハイド&シークの方なんですが、今回は本棚の方で遊んでいきたいと思います。どこだっけな、一箇所あるんですよね、すごいいい場所が。あー、こっちにしましょう今回は。おっと、オートマチックだな。やだね、確実にバレるじゃん。今回はここに、ね、隠れていきたいと思います。そして味方の本棚くんが来たんで、これでまあ叩き落とせばいいんじゃないかな。そしてね、アスレチック能力がなかったのでものすごい時間かかってましたね。でこれで無事倒したい。そしてハンターの方、今ここに来るまでに、まあ、1分半ぐらいかかってしまいましたがね、現在6人と、まあ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 非常に多いですね。ハンターの方かなり今回は優秀なハンターたちで、このマップがそもそもね隠れきるのが難しいところなんで、そういう意味ではここに来たっていうのはね驚きですね。そしてここの弱点としては見えにくいっていうのがまあありますね。かなり見えない、バレてますね。ただ俺がバレてんのかどうかわかんない。一応これ室内から入んないといけないんですけど、これ多分バレてますね。ただ、まあ、さっきの逃げてったやつなんで俺には目が行ってないかなって思うんですけど、あいつは多分俺のこと気づいてるんで、多分襲いに来るんじゃないかな、あいつがやられると。あ、8位になっちゃいましたね。多分今やられちゃったんで彼が、私のことに来ないことを祈りつつも。あー、この隣のやつもそうですね。これどっちに攻撃してくるかだけど、今の音で多分バレましたね。確実にこのかまどくんやってくれましたね。これでも見えないのがちょっと痛いな。あ、こうすれば見えるか。これでバシュッと攻撃してやれば、まあ、落ちるということか。大丈夫かな。そして残り2分と、まあ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 うまく頑張ってるんじゃないかな。これこれで、ね、ここ切っときゃさ大丈夫なんじゃね。ジーザスチェス、わ、これ読めねえ、読めないからカット。おお、すごいやられてますねみんな。そして残り5人なんですけど、まあまあまあここ結構頑張ってますね。そしてこのかまどくんすごい音出すのが、あー、いったということでよろしく。ここか、これは多分スペースじゃないかな。やっぱそうだ、スペースだ。スペース系のやつはこれ倒せるからね、うまくいけば。これ室内こもるのが最強ですよ。室内こもってアイテムの裏から叩くみたいな陰湿な攻撃が一番強い。ただ家の中に入りたい、室内に入りたいんだけど、室内に入らせてくれないね。室内に入りたい、あった。おっと、これは良くないな、これは良くない。これは美味しくない。あ、こっちの方がいいね多分。ふんふんふん、この辺から攻撃するか。おお、びっくりした。お前もか。隠れられないの。ここからでも攻撃してあげればいいでしょう。ほら、シーパー、これでこうしとけば吹っ飛ぶって寸法よ。だとしたらもっとえげつないところか。いやでもここで行きましょう、多分勝てる。おお、
お前か。おら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 、よーし倒した。ざまあねえぜ。これができるから強いね。室内、室内こもり芸人です。これが、いや、これでね、マイラウンドステータスってところでキルがね入るんですね。で、シーカーでキルって結構普通なんですけど、ハイダーでキルって結構難しくて、これができるのが非常に強い。で、ここね、ちょっと叩きにくいんですよね。土ブロックに挟まれてて。なんでもかなりいい。ただもう一回多分あいつ来ると思うんで、そしたら厄介かな。多分結構倒されてる人多いと思うよ、これ。これだから3人ぐらいでこもって、攻撃すると多分速攻で倒されると思いますね。うん。結構これ迷う要素多いでしょこれ。できればさっきのね、ジュークボックスくん生きてて欲しかったけども。いやー仕方ないね、それは。で、残り2分20秒。ハイダー12人と、やっぱり優秀ですね。そして全然来ない。敵が。多分もう一回来るんじゃないかな。さっきの人だと思う。違う人かもしんないですけど、おそらくさっきの人だと思いますね。おららららら、さすがに勝てないっすか。いやー、厳しい。まあでも結構ダメージ与えられた。まあ一人倒せたのはでかいんで、まあまあ良かったでしょう。あと1分45秒、3人もいるんだ。これは少しでも倒したいね。うん。いや、怪しすぎるでしょ、これ。よーし、倒した。他にもいる？他にはいない？さすがに。うん、いないね。うん。いないならいいや。余裕すぎ。何これ？カオスすぎだろ。カオスポットだわ、カオスポット。あと、8人の、結構いるね。あのジュークボックス怪しすぎね。違うんだ。やられたわ。それはやられた。ジュークボックスいる？ジュークボックス、ちょ、待って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 。こんなわかりやすいところにいね？そういうことか。あ、逃げてるね。よし。一回倒した。あいつはちゃんと倒してきた。よし、倒した。まあ、キルは持ってかれたけど、無事倒せてよかった。いない？嘘だろ。いなかったか。いやあ、負けてしまった。まあ、これは難しい。このステージは結構キルが多いから、探せたとしても難しいしね。いやあ、非常に難しい結果でしたね。ただ、まあ、隠れる側でね、キルができたのがかなりいいと思う。ナミさん、ナミナミさん。俺のチャンネル見てんのかな？すごい挨拶してくれたな。そしてこのステージか。俺何になったっけ？ T じゃないんだな。ああ、作業台か。作業台か。いやいや、作業台は厳しいね。お、やばくね、これ。やばくね。あ、捕まってないよね。気にすぎ。ちょ待って、あいつ素手でいってんな。すげえな。これは素手は勝てないでしょ。最初は。素手は無理だよ。どこ隠れよう。よし、ここでいいや。意外とバレない。
俺絶対これバレると思う。でも他にいい場所ねえな。まだこういうところの方がバレない気がする。あ、こっちの方が違和感ないね。圧倒的に。これで行きましょう。はい。こんな感じ。まあ、違和感はないね。結構みんな飛んでるな、ポンポン。ポンポン、ハロー YouTube。まあ、ここで隠れ切るには、ハイダーが、まあ、17人、ずっとね、残ってくれてシーカーが増えないことを祈りたいんだけど、もう7人いるから、これ、倒しきるのはだいぶ辛いと思う。ただ結構動いてる子がいるから、まあ、それを目当てで行ってくれるから、まだこうやってね、攻撃はちょっとこっちこと来ないでほしかった。よしよしよし。まあ、もう10人か。残り3分あって10人いるっていうのは、これ結構厳しいね。厳しいってか、もう無謀じゃないかな、これ。すごい位置的にはあれなんだけど、一応、まあ何度も説明にはなるんですけどもね、シーカー探す側の人はね、相手が何に隠れてるか情報わかるんですよね。で、今回の場合だと、もう多分分かってて、作業台が何人隠れてるとか、まあ、小麦ブロックが何人隠れてるかとか、もう全部わかるんですよ。だから、もう終盤になって、隠れる人の人数が少なくなればなるほど、残り一人とかになると、確実に作業台だけみたいな状態になるんで、そうするともう勝ち目がなくなるというね、かなり厳しくなるという。もうみんな作業台しか叩かなくなるから。で、今現状8人いるんだけども、残り2分半で8人。これ結構厳しいね。だから俺の理想としては作業台1人。で、他の人いないっていう状態がいいんだけども。まあもう7人で20、14人でしょ。最後の1人もね、これ頑張り切りたいね。俺意外とここいい場所だと思ってる。違和感はめちゃくちゃないのよ。ただここ3人もいて、ただこの3人全くね、叩いてないの。謎。何がしたいんだろう。探検隊ですね、彼らは。彼らは探検隊。ノーって言ってる。すごいショックだったんだろうな。バレちゃったみたいな。そして残り5分で、ハイダー5人と。まあ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 。ハイダーの人は優秀ですね、だいぶ。マップ自体が広いのかな、もしかしたら。結構この公園みたいになってるのは、あい、おい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 。速攻でバレたな。これもう情報が出てる。あー、作業台が多いのか。これはバレるね。カッパブロックの人が多分有利。これは。作業台圧倒的に不利。いや、葉っぱブロックなったのは賢すぎる。超隠れやすいでしょ、このマップ、葉っぱブロックは。特になんか木の上とか乗っけたらもう、優秀すぎて。やばいでしょ、これ。まあ、見つけたいね、ぜひとも。作業台も隠れてんのか。すげえな。まあ、チーター説は、まあ、ないにしろ。あったらすごいないだよ。どこだ？まあ、家の中っていう説はあるよね。これでも家の中入れんのこれ。開いてる？入れないのこれ。室内に。室内入りたいんだけども、入らせてくれないこの家。すごいご立派な住居なのにも、関わらず入れないと。あら、これは厳しいね。あと10秒しかねえよ。あと2人。葉っぱはこれきついと思う。てか葉っぱ絶対無理だよ、これ。葉っぱ、まあ、葉っぱ多分買わないとダメなやつだから。ほんと、あ、この作業台怪しくなかった。はい、ということでね、今回のマインクラフトの動画ね、これで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回ね、刀剣の方、多分1938で、あと62ポイントでね、2000になって、まあ、ブロックが買えるんで、そちらのね、方のブロックの買い方の動画をね、出せたらいいなと思っております。ということで、また次回お会いしましょう。じゃあね。